妹よ、今日も元気に一狩り行こうか。わかったよ姉ちゃん。今日のクエストは、アンジェナフさん、タマミツネさん、ジンオーガさんの3匹と戦うクエスト、ヒデトシ豪傑だね。うむ。キークエストじゃないけど、このクエストでアンジェナフとジンオーガを倒したことにしちゃおうと思うよ。あわう。ちょっとずるい気がするけど、了解だよ姉ちゃん。それにお姉ちゃん、いきなりやられちゃってるし、どうしちゃったの？ふっふっふ、今やられたのは、100% わざとだよ。今回3匹狩猟クエということで長丁場が予想されるからね。最初に不屈さんを発動させようというわけだね。なるほど、そういうことだったんだねお姉ちゃん。というわけでここからが本番。まずは装備の紹介をさせてもらうと、今まで使っていた防具に、武器だけ前回の上位ナルガさんの防眼に変更だね。了解だよ姉ちゃん。あと装備紹介の画像が被って見えなかったと思うけど、支給品ボックスから戻り玉だけもらったよ。貫通1だと、調合分の貫きの実99個を使っても、絶対に玉切れしちゃうからね。それは大事だねお姉ちゃん。さて、ここからは真面目にアンジェナフさんと戦おうか。このアンジェナフさん、私たちとしては今作で初めて見るモンスターだったんだけど、どうやら前作のワールドから参戦のモンスターみたいだね。動きはなんとなくエビル嬢さんに似てる気がするよね。うむ。私たちみたいなワールドにプレイデイでも、XX とかでエビル嬢と戦った経験があると割と戦いやすいよね。そうだねお姉ちゃん。エビル嬢さんと比べるとそこまで大きくもないし、大きくないからか、攻撃範囲も威力もそこそこで、戦いやすいよね。うむ。とはいえ防眼の被弾しやすい中距離、遠距離の攻撃は、何種類かあるしでも早かったりするので、そこをきっちり避けていかないと痛い目見るね。了解だよ姉ちゃん。この飛びかかり攻撃は横移動だけで避けれるけど、着弾エフェクトのせいもあって出が見えないことがあるよね。うむ。事前モーションも小さく短めだから、ちょっと厄介な攻撃ではあるね。それに比べると今の岩飛ばしは事前モーションが大きくてわかりやすくていいね。本当だねお姉ちゃん。でも最後の体当たり、あれは範囲も広いしちょっと厄介だよね。うむ。あれは私も好きじゃないね。と、ここでいつの間に買っていたタマミツネさんに見つかっちゃったか。とはいえタマミツネさんが来たってことはアンジェナフさんはもう瀕死だろうし、このまま一気に捕獲まで持ってきちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。よし、お供の捕獲お知らせが来たね。了解だよ姉ちゃん。わざもの隙を狙って捕獲行っちゃうね。よしよし、無事に捕獲成功だね。それじゃあ一旦戻り玉で戻って、玉の補充と行こうか。わかったよ姉ちゃん。ちなみにこのマップのテントは、入り口後ろにあるね。最初テントがどこにあるかわからなくて、貫通にみたいな大量の持ち込みができる玉以外無理じゃないって思っちゃったね。あわう。どんまいだよ姉ちゃん。ちなみに現在のアイテムポーチの中身はこんな感じだよ。さて、玉三つ根さんは前々回倒した相手だし、玉三つ根さんとの戦いの最中は、このバトル後に作る予定の装備の紹介をするね。了解だよ姉ちゃん。星6だと装備品もかなりいいものが作れるもんね。うむ。というわけでまずはこれ、さっき倒したばかりのアンジェナフさんの腰装備だよ。スキルで攻撃が2ついていて、スロットが211と、かなり優秀な装備だよ。腰装備は基本的には弱点特攻2のスパイオさんが優秀なんだけど、弱点特攻は敵次第なところもあるから、万能って意味ではアンジェナフさんの腰装備がいい感じだね。腰6の緊急クエ、ヤスカダキさんも弱点特攻が効きにくいから、ヤスカダキさん用にもいい装備じゃないかと思うよ。いいね、お姉ちゃん。ただお姉ちゃん、砲力がちょっとレアだよね。うむ。そこがちょっとネックだね。そしてさらにもう一個作ろうとしている装備があって、それがこれだよ。ジンオーガさんの同装備だね。うむ。能力的にはそこまででもないんだけど、星6だと攻撃系の装飾品が作れないから、弱点特攻が優秀すぎるんだよね。そうだねお姉ちゃん。腰のスパイオさんと合わせて弱点特攻レベル3にできるのはすごいよね。うむ。
こちらは逆鱗がちょっとネックになるけど、逆鱗は確率低いとはいえ買いでも出るしね。そうだねお姉ちゃん。それでお姉ちゃん、神王座さんがいつの間にか登場してるね。くぅ、いきなり画面外からの攻撃とは、よくもやってくれたな。とはいえ同時狩猟は難易度高くなるので、まずは玉三つ目さんを仕留めちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。よし、捕獲マーク来たね。このまま罠を仕掛けちゃおうか。わかったよお姉ちゃん。よしよし、捕獲完了だね。一度戻りたいところだけど、神王座さん水やられ中だし、今は攻撃しようか。と思ったら水やられ終わっちゃったね。それじゃあ戻り玉を使って玉の補給に戻ろうか。了解だよお姉ちゃん。さて、次は最後の敵、神王座さんだけど、神王座さんとの戦いで気をつけないとなのは、やっぱり雷やられからの気絶かな？雷やられからの気絶は、確かに厄介だよねお姉ちゃん。うむ。でも今作には1スロ装飾品の気絶玉があるから、気絶を無効化できるんだよねって思ったら、気絶玉は星7に行かないと作れないんだよね。あわう。ということは現時点での雷やられ対策は、属性耐性を上げるくらい？うむ。雷の属性耐性を20以上にできれば雷やられにならないっぽいから、それしかないね。ただ、今の私たちの装備は雷耐性マイナス2なので、どうあたりを変更しないと、耐雷玉を3個つけても雷耐性20にできないんだよね。とはいえ、あと1回はやられても大丈夫だし、今回は対策なしでいっちゃうよ。了解だよお姉ちゃん。それで神王座さんとの戦いの立ち回りなんだけど、ここは正面ちょっと横くらいの、クリティカル距離をキープって感じでいいのかな？うむ。ただ、この子、突進系の攻撃は結構速いし、雷玉を飛ばす攻撃は曲がってきて避けにくいしと、被弾しやすい気がするから注意だね。ただ、攻撃後に雷をチャージするために止まるっていう、あからさまに大きい隙のある相手でもあるから、敵の攻撃をしっかり避けて、敵の攻撃後の隙にこちらが攻撃を行うっていう、丁寧な戦い方だとやりやすい相手かもだね。わかったよお姉ちゃん。む。パワーアップモードに入っちゃったか。この時は敵の攻撃がかなり激しくなるので、命大事に、って感じでいこうか。わかったよお姉ちゃん。くぅ。このお手攻撃、かなりの距離を一瞬で詰めてくるから、距離を取ってても油断できないね。本当だねお姉ちゃん。しかも雷やられになるもの嫌だよね。うむ。まったくだね。おっと、ここでパワーアップモード終了だね。と、今のはちょっと危なかったけど、セーフだね。いいね、お姉ちゃん。よし、お供のしびれ罠に引っかかったね。パワーアップモード時はしびれ罠効かないから、通常モード時に当たってくれたのはラッキーだったかな？でも一瞬で壊されちゃったね。うむ。通常モード時でもほとんど効かないから、しびれ罠に頼らない方がいいね。よし、お供の捕獲指示が来たね。それじゃあしびれ罠じゃなくて落とし穴を設置して。よしよし、メインターゲット達成だね。やったねお姉ちゃん。タイムは9分半。3匹クエスト出し上出来かな？そうだねお姉ちゃん。1匹あたり3分くらいなのは早いくらいだよね。うむ。多分通常の1匹クエストより体力低いと思うけど。それでも悪くないタイムだよね。一応これで星6のキークエスト3個達成相当の戦果を上げれたし、次回はいぶし巻彦参戦と行こうか。
了解だよお姉ちゃん。いぶしまきひこさんを倒せれば、やっと力の爪が持てるね。うむ。力の爪は持ってるだけで攻撃プラス9だから、結構大きいんだよね。それじゃあ、今日はここまでかな？そうだねお姉ちゃん。ではでは、ご視聴ありがとうございました。